はい、続きからやっていきましょう。病院なんてところはどこも似たり寄ったりだ。まあね、そんな突飛な病院はないよね。慌ただしく人が歩き、あ、そういうこと、その中にいかにも病んだ雰囲気の人がさまよっている。病院なんだから当然だけど、この不健康な空気が私は好きになれない。まあそうだね。総合受付で、あ、なんだっけ、小山だっけ、夫人の病室を訪ねると、うさんくさげに関係を尋ねられた。以前の棚子でお世話になって。と、いかにも適当な説明をすると、いかにも面倒くさげに内科の病棟を案内された。でも、多分何も話せませんよ。ん？どういうこと？意識不明の植物状態なんです。この1年くらい。そんな…え、ここ最近運ばれたとかいう話じゃなかったん？あれ。マジで？そんなに？そうなるとここに来た意味はなくなる。往年のため。ん？一応念のためか。一がちょっと見づらかった。一応念のため、持ってきた花が無駄になってしまったわけだ。一応行ってきます。せっかくお花も持ってきたことだし、お花だけ置いたら帰りますね。お好きにどうぞ。なんでそんな、なんか、え、そんな冷たいもんなん？病院って。冷たく言われつつ、私は病院へ向かった、病棟へ向かった。まあ変な人が入ってきたら困るっていうのはあるんやろうと思うけどさ。そこまで？え？めっちゃいい部屋ちゃん、これ。テレビじゃない？違うのかな？この左側のやつ。ほんまに、これこういう個室高いんやろ？重病人がいる部屋は、生気のない匂いが漂っている。痩せこけチューブにがんじがらめにされた婦人を見ながら私は思った。小さいカゴ花、カゴ花を置き、静かに眠る婦人をほんの少しだけ眺める。何も情報は得られなかったが仕方がない。私はそのまま病室を後にした。いきなり起きてガッっていうのはないんやね。よかった。受付まで戻ったところで、私は妹に電話しなければならなかったことを思い出した。妹が勤める会社は小さな雑誌社。そこのウェブサイトのデザインに、構築と、あ、そこのウェブサイトのデザインの構築と管理かな？が私の仕事。つまり妹の会社は私のクライアントというわけだ。ほう。ネットが繋がるのが明日だから、夜にはデータが送れるということを昨日の電話では伝え損ねていたのを思い出した。時計を見ると昼の2時。もしかしたら会議中かもしれないが、その時は留守電に入れればいい。病院出ろや。病院内で電話をするな。数回の呼び出し音の後、妹が出た。もしもし、翔子？あ、お姉ちゃんごめん。急ぎのようじゃなかったら、後でいいかな。データは明日の夜って伝えたいだけだから、うん、別にもういいけど、会議中？うん、お葬式。誰の？お葬式？病院で堂々と叫んでいい単語じゃない。会社の人が、そうだね。その、亡くなっちゃって。そうだよね。病院でお葬式って叫んだらやばいよね、結構。職らしからぬ歯切れの悪い口調に何やらよからぬことを感じてしまった。とにかくまた後でかけるから、データの件は係長に言っとくね。こっちと関係あるんだな。はいはい、よろしく。電話を切ってしばらく携帯を見つめる。何かが変だ。電話の向こうの異変は私には分かることではないが、後で証拠にでも聞けばはっきりするだろう。とりあえず気は進まないが、部屋に帰って仕事の続きでもするか。そう思いながら玄関へ向かった私の肩を誰かが叩いた。あ、やっぱり結城さんだ。お前なんかやっぱり知ってるよな。そう言ってにっこり微笑んだのは上の階に住む久松さんだった。昨日今日となぜだかよく会う。偶然ですかね。風でも引きました？あ、いえ、ちょっとお見舞いに。久松さんは？俺もお見舞いです。ここ大学院から近いんで。へえ。まるでついでのように言って微笑む。
ということは長期入院の患者がいるのだろうか。ほんの少しの好奇心が頭をもたげた。どなたが入院してるんですか。姉がね。ああ、やっぱり前おったどこかって聞いてもいいのかしら。いいですよ。何でもないことのように微笑んで久松さんに続けた。姉が病んでるのはここです。どこです。ここと指さしたのは自分の頭。脳の疾患か何か。はい、いえ、正確にはここです。ツンツンとつついたのは私の胸。あ、精神疾患ってこと。思わずハッとして胸を押さえた私に久松さんはくすりと笑った。ごめんなさい、別にセクハラのつもりはないんですけど。ここって心。ええ、精神を病んでもう1年くらい入院してますよ。1年前から。1年前入ってたやろ姉ちゃん。マジで。じゃあ俺もやめやん。どうしよう。そんなことに。聞いてはいけないことなのかもしれない。だが久松さんはなぜだか私に踏み込ませる隙を与えているようだった。そうだよね、普通あんまり言わないよね。今日不動産屋さんには行きました。まるで関係ない質問で不意をつかれ、面食らった私を久松さんは楽しげに見ていた。多分私が年上だと思うのに、まるでからかわれているようだ。ほら、行くって言ってたじゃないですか。ああ、言ったか。うん、行きました。何か有益なことは聞きました。聞けたような、聞けないような。的を射ない私の答えに、久松さんは、やっぱりな。という表情を浮かべる。俺の姉、久松のり子って言うんですけど。のりピーがどうしたん。うん、以前201号室に住んでいたんですよ。うん、それは聞いた。え、じゃない、聞いたやろ。201号室、今結城さんが住んでる部屋にね。それって一体。あ、そういえば不動産屋の平井くんが言っていた、私の前に住んでいたのは久松って若い女性だと。私の顔を見て久松さんの表情が動いた。それは聞いたんですね。いえ、久松さんのお姉さんだとは知らなかったけど。じゃああの部屋が姉をあんな風にしたことは。あの部屋がお姉さんを一体どんな風にしたと。どういう意味。私の問いかけが久松さんは予想できているようだった。親指が上を指差しにっこりと微笑んだ。どういうこと。サムズアップってこと。ここじゃなんですから、場所を変えましょう。え、サムズアップじゃないよな。え、柱総合病院はそれなりに歴史は古いらしいが、設備投資にはかなりのお金をかけているらしい。あー、ちゃんとした病院ってことやな。総合診療棟がある新館と病棟がある北棟を結ぶ渡り廊下の途中に空中庭園のようなおしゃれなテラスがあった。へえ、それは設備なのかい。設備か。そこから病棟のリハビリルームへと行けるところを見ると、患者の散歩用の空間のようである。温室のようなガラス張りの天井は、ガラス張りの天井って結構管理しんどいよね、掃除とか。え、開放することになる。へえ、なっているらしく、今はこのテラスを爽やかな風が吹いていた。初めて主人公の顔グラを見たんじゃない、もしかして。小さな花壇のそば、にあるベンチに腰を落ち着けると、久松さんは途中の自販機で買った缶コーヒーを差し出してくれる。受け取ると彼はそれに口をつけることもなく、じっと私を見つめた。こうして見ると割と整った顔立ちである。武将髭がなくて、メガネをおしゃれにすれば、もっと、じゃなくて。何でしたっけ。みそじ独り身の女に、こういう視線は刺激が強すぎる。その場を取り繕うように、水を向けた私に。久松さんは、ああ、と缶コーヒーのプルタブに指をかけた。その前に、結城さんに聞きたいことがあるんですけど。なんか見んかったかってこと。何でしょう。昨日のゴキブリって、嘘でしょ。まあバレるよね、その姉が何かしらの経験をしてるってことやもんな。
問いの体裁を取っているが問いではない。むしろ決めつけたその口調に私は一瞬どういうものか、どう返したものかと考えた末、まずはコーヒーを一口いただくことにする。本当は何を見たんです？腕じゃない、指じゃない、手間違いすぎ。私の隣にいる青年はどうやらとってもせっかちらしい。コーヒーを一口飲む間にもう一つ質問が来た。そんなにせっかちだと嫌われますよ。正体を知りたいんやって、姉が何を見てそうなったかって。もう嫌われたからいいんです。何それ。思わず彼を見ると固い眼差しが私を注目していた。聞かせてくださいよ。あなたが見たものが姉が見たものと同じかどうか。忠告をしてくれてるんやな。どういう意味？言ったままです。あの部屋が姉をこんなところに押し込める原因になりました。俺はあの部屋に何があるのか知りたい、それだけです。それはもちろん私も知りたいところではあるが。手を見ました。手？ええ、出さんで。最初は窓をバンって叩く音が聞こえて、それからベランダの仕切り壁のあたりに手が。それを皮切りに私は久松さんに昨日引っ越してきてからのことを全て話した。隣の部屋から手が出てきたこと、けれど中には誰もいなかったこと、昨夜の手のこと、そしてこの病院に至る理由まで。引っ越した初日と2日目の内容にしては非常にヘビーだと思いながら。そうだね、パート数もちょっとかさんでるね。俺の姉ここに入院してるんですけどね。うん。話を聞いた久松さんはどっか確かめるように話し始めた。3ヶ月しか持ちませんでした。3ヶ月？でも結城さんが来る少し前まであそこは姉が勤めていた銀行の借り上げになってたんですけどね。借り上げをやめたのは単純に更新時期が来て、なおかつ姉のことが広まってしまって、あそこに住みたがる社内の人間がいなくなったからです。ほんまに何があったんだね。一体何が。よくあれだね、なんか気持ちが被るね姉があの部屋に住み始めたのは去年の春からでした。ほう。久松のリピーは、去年の春支店の移動があるために、支店の移動のためにこの町に来た。用意された社宅は本来家族用だったため、一人身のノリピーには広すぎたが、引き継ぎが忙しく自分で家を探す暇もなかったため、流れでシャトレロマーヌの201号室に住むことになった。本当はなんかなんていうんかな、まあ、家族用やから、家族用を一人で住めるからほんまやったらラッキーみたいな感じか。会社の金やもんな、どうせ多分こういうとこって、最初に異変に気がついたのは2週間ほどしてからだった。ずいぶんあれやね、経ってからやね。いや本当はもっと早くから異変は起こっていたのかもしれないが、忙しくてそれに気づく余裕がなかったのかもしれない。そう思うと可愛いね、なんか手とか出してんのにみたいな。うわ。ベランダで布団を干していたのりこは、ガラスにべったりとついた手形に気がついた。それも無数に。やだ、何これ。一人暮らしののりこの部屋を訪れたものはまだない。隣は無人だと聞いていたが、もしかしたら空き巣に入ろうとした痕跡かもしれない。気色悪さと不気味さを感じ、のりこは大家と警察に窓ガラスを見せて訴えた。だが実質的な被害は何もなく、手形がついていると言ってもいつのものかわからないかったため、警察が身回りを強化することを約束しただけで、その場は解散となった。まあ実害がないとね、動かへんからね。だが実質的な被害は何もなく、あ違う、ところがその夜からのりこは異様な体験をすることになる。最初あれ、姉ちゃんが疲れてるんだと思ったんですよ。もしくはタチの悪いストーカーに会ったって。最初は窓が叩かれた、昨日あったね。だがそのうち叩く音は衣装部屋の壁から聞こえてくるようになった。最初は数回が、しまいには一晩中。だがその苦情を訴えても大家は隣は無人なのだからと取り合わない。
会社に引っ越したいと訴えても契約しているのだからそれはできないと突っぱねられた。2ヶ月くらい経った頃かな。大吾、お願い助けて。もうこれ以上こんなところに住めないわ。住めないってどういうことだよ。まだ引っ越したばっかりだろ。壁から誰か出てくるの。多分女の手が。どうしよう大吾。出てくるレベルもなんだこれ。詳しいことはわからないんですけどね。その頃にはもう姉は見る影もなく痩せこけて、実際に何が起こったのか詳しく聞ける余裕はなかったんです。もうそうなるとな、なんか会社に言っても自分で借りますってなった方が良かったんかもしれんな。その日から2週間無断欠勤をしたのりこは、その翌日栄養失調と睡眠不足による衰弱で橋田総合病院に運び込まれた。そして目が覚めた時には正常な思考は一切持てなくなっていたのである。そんなことが。姉を最初に発見したのは俺だったんですけどね。部屋はひどいありさまでした。姉がやったと思うんですけど、壁中新聞紙が貼られてて、窓なんかガムテープでベタベタで。新聞紙で防げたんかなって。リビングでソファーの下に隠れるように倒れてたんです。ゾッとした。それが今私が住んでいる部屋で過去に起こったことかと思うと吐き気すら催した。大丈夫ですか。大丈夫じゃないよ。おそらく私の顔色は最悪だったに違いない。気遣うように久松さんが私の顔を覗き込んできた。昨日見たあれは。それは間違いでも何でもないと思います。それどころか姉に起こったことが繰り返されるならもっとひどくなる。一晩中あのバン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 ってされるのはきついな。そんな。一回二回でも俺多分引っ越すわっていうのに。知らなかったとはいえとんでもない場所に引っ越してしまった。頭の中で不安と恐怖と焦りがぐるぐる巡り、半ばパニック状態に陥る。すみません、怖がらせるようなこと言っちゃって。いやでもそれ教えてくれた方がいいよやっぱり。私が知りたがったことだから別に久松さんが悪いわけじゃ。とは言ったものの、自分の中でもっと楽天的に考えていたものが悲壮な重みを伴ってのしかかってくる。ちょっとした探偵ごっこの気分がもはや心霊映画の被害者の役どころだ。何かあったら俺の部屋に避難しに来てください。俺の部屋は何ともないんで。避難って。あ、大丈夫です。俺年上にはとっても紳士的なんで。もうなんかさ、イケメンって思ってたんやからさ、もうなんか一緒に住んだらええんちゃう、なんかあったら。話してる内容とは裏腹に若干軽い口調の久松さんに一つの疑問が湧き上がる。そういえば久松さんってどうしてあの部屋に住んでるんですか。これどうなの、警告のためとかなんかな。私の問いに久松さんは寂しげに笑った。どうしても知りたいんですよ、何が姉をあんな風にしてしまったのか。近くに大学があるからそこに来たんじゃなくて、姉があんな状況になった後に来たんか。好奇心にしては危険だと思うけど。義務かな。両親が結構前に死んで、俺をここまでにしてくれたのは姉なんで、その姉があんなになっちゃったのに何もしてあげられなかったから。大吾も立派やと思ったけど、お姉さんも立派なんやね。悔しそうに細めた瞳で静かにコーヒー缶を見つめる。その手はわずかに震えていた。俺が入居した時って下の部屋はまだ銀行の借り上げ中で、上の部屋しか空いてなかったんですよ。だから301に入ったんです。今度下に住む誰かに何かあった時手助けができればいいなって。もし借り上げがさ、その時に終わってたらこの子はもう入ろうと思ってたんかな、201に。だから昨日すぐに来てくれたんだ。そうやんな、他の人誰も来んかったもんな。下心もありますよ。え、これあれやな、強がってんねんな多分な。一瞬年がいもなくドキリとするけれど、目の前の久松さんは無邪気じゃない邪気なく微笑んだ。手助けをすることで姉がああなった原因に近づけるかもしれないし、実際ちょっと近づけてるみたいだし。あ、そっち。なんだそっち。そっちの下心か。
なぜかほんのしょっぴりがっかりする。まあそういうわけなんで、何かあったら遠慮なく上に来てください。携帯鳴らしてもらってもいいんで。わかったわ。ところで、久松さん自身が掴んでる独自情報とかはないんですか？私よりは長くあそこにいるんだから何か知ってそうだけど。聞くと、もちろんとばかりに久松さんはちょっと得意げな笑みを浮かべた。あるにはありますよ。教えてくださいよ。こうなった以上、情報はできるだけ共有しないと。じゃあ、一旦帰りましょうよ。俺もいつもそういうものを持ち歩いてるわけじゃないんで。見せたいものがいくつかあります。そう言うと、久松さんは残っていたコーヒーを一気に飲み干した。結構話がガガッと進みましたね。はい、ということで一旦切りましょう。見てくださってありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。